その時に心に誓ったんだよね、はい、絶対飲み会なんか行かねえ今思い出したわ、ムカつくわこいつヒカルと宇治の社会へようこそ。こんにちは。いや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 、始まりましたよ、はい、と先ほどちょっとお話ししたんですが、僕の一番最初の奥さんが、うん、なんと中学校の時の同級生僕の、うん、と今お付き合いを始めたというね。いうね、でしかもいきなり長女ですだから僕の、うんうん、もう今年二十歳になるんですけど、うんうん、これでなんか久しぶりっつってちょっと紹介したい人がいるんだけど、うんうん、変わったらいきなりその男性が出てきて、え彼氏かなと思ったら、うん、久しぶりって言うから、うんうん、えってなって、すごいっすよね、はい、ほんとね。だから言ったら俺が琵琶湖さんとお付き合いしてみたいなもんですよまあそうなりますよ、はい、別にドキッとするからなんかいきなり凛ちゃんから電話かかってきて、あなるほど、ね、ちょっとあの電話かかりたいんだけど、うん、誰だか分かりますかえ牛尾くんどうしたのとか言ったらそうそう、それ状態、まあまあそういうことか。そうだからいろんなことあるなと思ってね、二十歳になられたということでね、一番最初の奥さんとの間にできた娘さんがようやくこうなお金的なのが終わっちゃうというね。あと何年なんかとはちゃんと数えてないから、うんうん、あと何年かでももうすぐなのだったりなと思ってたら、うん、ということでなんか亡くなるってなったら亡くなるってなったらちょっと寂しいなというなんか、ね、毎月振り込んでたのこう、あ、まあ、あの自動だから、あ自動ね、はいはいはい、そうなるってるんですけど、はいはい、なんかほらとかでちょっとその面倒見てやってるぞみたいな、まあ接点がね、そう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 、なかなかあるからね、そうそう、つながりというかね、うん、あそうか、まあ振り込んだよねお互いね、振り込みましたよもう何人分の家賃払ってるんだっていうね、もう変な話、そんなんだって毎月100万からあるんですからやめろやめろ、もう結婚式だけで3000万かかったからね、これね、うん、ポロって言うけど、うん、相当なもんですよこれ、もう気が違ってるんですよ、うん、もうそうなると、うん、ね、うん、やばいよね、人としてハワイ行った時にホテルから結婚しようと、まあ、ビーチウェディングだったビーチですよ、うん、までリムジンで移動できますけどどうしますかって言われて、あじゃ あ, いいあじゃあお願いしますって言って頼んだそのリムジンが20万だったんですよ今でも覚えてるけど、でそのリムジンから乗るじゃないホテルまでついてるじゃないですか、何分ぐらい、80メートルぐらいだったんですよあそこ金返せって俺今思ってるんだでもね、あのね、さっき俺アイコス吸いながら、はい、こう指輪してますわ今、はいはいはい、でこれ、うん、お高いんでしょっていう話をしたの、うん、牛に、うん、したら、まあ、これ、まあ、2、300万とかするのかなと思ったら、うんうん、違うんですと、その指輪工房っていうね、そうそうそう、こう切り出しから鉄みたいなのを切ったり、プラチナかなんか切ってさ、お互いの指輪を作って、それでまあ10万とか20万しないっていう、そうそうそう、でもそんないいじゃない、なんか本当に幸せだね、あ懲りたんだなっていうね、あそう、それも込みでね、あのね、それ大事よ、そう今までやってきたことを繰り返したら、うん、してたら、うん、僕らは絶対にうまくいかないです、いかないいかないいかない、だから、うん、全部気持ちを新たにして、そう全部こう、うん、今までやったことのないこととか、そう考えたことのないベクトルからの物事を視点で見るとかを、うん、アップデートやっぱしていかないとね、したら、うん、多分うまくいきます、だってさ、やっぱね、そう凝り固まっちゃってたらね、うん、俺本当にね今だから×4でここで聞きましたけども、うん、本当ね2桁とかあると思うんですよね2桁ってなかなかいないよ、詐欺師しかいないよ、多分結婚詐欺師、でもこの間誰だっけな、ジョージ・クルーニーじゃなくて、うん、あの80過ぎのアメリカ俳優が、あの子供と生まれたっつって、うん、あ、80いくつでお子さんできたのは、はい、めっちゃ有名な人、デニーロ、ロバート・デニーロ、そうそうそう、デニーロさんとかでがあるって言うから、やっぱほらそういう方もいるぐらいだからね、夢あるよね、夢はある、なんかね、夢ある夢ある、うん、ありました、はい、ずっと喋りそうなんで、はい、そろそろ VTR 行きましょう、問題の方にいきましょうね、はい、前回はガルゾーさんの前半戦でしたけれども、
非常にいい作品でした、うん、あのトークといい、はい、出玉というか、そうそうそう、大の挙動といい、はい、すごく良かったんだけど、逆言うと良すぎたんだよね、うん、出玉の挙動に関しては。なるほど。だから後半果たしてどういう風になるのか、なるほど、めちゃくちゃ興味深いです、はい、今回、はい、うん、それでは見ていきますか。どうぞ。はい、 VTR スタートです。これ当たったらやってるぞ、これ。え、あー、いってるな、これはもう当たるよ。なるほど。うわ、ありがとうございます。おかしい、この軽さはね、やっぱちょっともう、いやだからさ、イエローあるからね、関係あるのかな、当たったとか当たってないとか。本当に自分もね、あのオープニングでも言いましたけど、その実戦のやつを見ながら止めてわーわー言うっていうの自分もやってたんで、うん、その時で別に当たったからおーすごいねって止めたりとかもなかったんで、うん、難しいわ今日、なんか本当にやりにくい、考えすぎ、変わんない、やっぱものづくりの人、そう、外国の人が多い、多いよね、うん、こっち系のね、そう、まあ、だからいいんですけど、104ゲーム、うん、後半いきなり当たる、やばいよ、ね、怪しいなぁ、やはり当たる絵を持ってきてるって時点で、この後多分まだ出るんだよ、出るのよ、もういっそ単発で終われ、逆によし、お、これ初の単発あるよ、まあまあ、3回も4回も初当たり取って単発がないなんてことないですよね、ない、うん、やったでしょう、うん、今回5勝が強いですもんね、うん、強いよね、今回強い、うん、あ、1ゲームね、そんな遊びあるの、今バシッと止めてマナー違反とか言ったでしょ、マナー割とかそういうのやってますやりました、やんない、ました、やんない、やってないです、わかんない、やんないです、俺も分かんない、収録やらなきゃやんないですよ、あんなのプライベートでは言っときますけど、しろ、でも123なんだよな、おかしいな、内池さんが今ギターやってるでしょ、で、まあ、ギター演奏してるところとか、なんかちょっと友達とスタジオ、なんかベースのなんか友達じゃないんだけど、ここにいるザキさん、ね、スタジオ入ったりしてる、のツイートとかで流してるんだけど、俺が嬉しかったのはね、今でもマッドカプセルマーケットを好きでいてくれている、ギチかなんかを弾いてたやつ見たけど嬉しかった、でなんかやっぱマッドはやっぱ今でも好きだとかっこいい、うん、でそこはね、我々初期ね、初期マッド本当に2人とも大好き、まあ、酒井さんもそうだけど、うん、大好きで、ギチとか、まあ、神歌とかね、うん、そう、その辺ね、あの辺の頃好きだったんだなと思って、うん、でも今はもうそういうの聞かなくなってんだろうなって思ってたんだけど、ギター始めてめちゃくちゃ聴いてます、そういうマット弾いてたり、はい、マットのことを書いてくれてるのは、運動できるのかな、俺すごい嬉しいですよ、うん、ありがとう、本当になんか、あ、そこは変わってないんだっていうね、まあ出会った頃は長渕好きでその後マットカプセルマーケッツ一緒にライブ行ったりもしたのかな、行った、ブラッドイミテーションソサエティ行きましたよ、カルオさん、すごい覚えてんだろう、これどういうカメラのセッティングの仕方なんだ、すごいな、スマホじゃないですか、下手したら、そう、皆さんはマットを何を撮ってんの、分かった、これ1だったよ、1だったよ、1だったよ、やっぱりなんで目線なの、気持ち悪いんですけど、この人失礼いたします、何なんこの人、イケメンだけどすごいよ、あ、大事ボタン外してる、おー、いい、裏めくって
元気になりましたけど、この後襲ってくるであろう睡魔、ここで見張られてる。髪型変わんねえな、髪も景気がいい。でこれやっぱりスマスローはあのこの休憩とかで持ち玉をねカードに入れて、で戻ってきた時にねその一気に戻せないのがねすごく嫌なんですよね。カードに入れる時は一気なのに、こっちだとこう再プレイ再プレイって押さなきゃいけなくて、なんかなんとかしろよ、持ち玉があるのに。メーカーよメーカーさんよ、どこのメーカーも一発戻せよ、一発戻せよ、本当に簡単だろ。今後のまあ台のあれよりもまあユニットというかこっちのまあちょっと後半に入ったということで、カズヤとトモキのエピソードトークでもしますか、懐かし話というか。まあガイドに入った時、まあ入った経緯は言いましたけど、ガイドに入ってすごく内池さんとは仲良くやってて、でまあ当時彼は編集で俺はライターという立場だったんで、同じ企画というかね、ページを編集とライターで一緒に組むことがすごく多くて、でまあなんか気があったのもあって、打ち合わせとかもすごいね、2人でやってそれもすごい楽しかったし、まあ、自分で言うのもなんですけど、おそらくパチスロ必勝ガイド史上最強のライター編集の最強のコンビだったと。おはようもん、これ自分で言っちゃうんですよね、これ。いや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。でね、俺もどっちかっていうと言っちゃう。はいはいはい。俺ほんとできるからさ、仕事がって。実際できるから。はい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 。で、ガローさんも仕事できるタイプの人で、はい、ただ、2人とも言っちゃうんだよね。あとすみません、はい、一個質問というか、あれ、マッパチのまあ、企画とかページって、はい、あれは大きさになってたんですか。あれは一番最初立ち上げの時に編集やってたのが僕で、はい、それでね、このまあこの人たちとあえて言おう、はい、この人たちの一番悪いとこはどうしてもね自分を大きく見せたがるのよ。そうかな。いや、そうなのよ。逆にまあそんな深いお付き合いじゃないですけど、うん、例えばアニカツさんもそうだし、うん、ガルゾーさんも、僕今はどちらかというと今は相当良くなってる、はい、謙虚というか、はい、丸くなってるけど、はい、一時期はねやっぱオラオラ系でそういうキャラだったからっていうのもあるけど、やっぱこうどうよ俺たちどうよ。ただこれ、ただこれ皆さんね、この業界のいわゆる媒体、今だったら例えばじゃあ YouTube とかが多分王道になっちゃってるんですけど、まあその昔雑誌が王道だった頃の、要はその瞬間最大風速っていうんですか、でマッパチのその息切り具合、これもそれこそだけど、もうスロパチの磯丸どころの詐欺じゃないからね。って言うじゃない、うん、でもね、冷静に考えて、もともとのキャパが、当時のパチスロ業界ってそこまで広くないんですよ。めちゃくちゃニッチな。いやいや、遊戯人口当時の。遊戯人口あったけど、まだ言ってもね、北斗、まあ、全盛期とかあったけど、そこまでじゃなかったっすよ。まあ、その雑誌を見てる人とかっていうのはごく一部よ。そん中のカリスマだから、ね、そんなんだよ、そんなんだよ。それをね、みんながね、この世代の人たち、僕らじゃない、もうちょい下の世代の人たちが崇め立てまつっちゃうから、もうこうなっちゃう。まあやっぱちょっとどうしても、ほら、それこそ学生の時とか、だからもう神格化してましたもんね。神様見るような感じで見られてたわけでしょ。だから俺は一番近くに行ってたからわかるけど。普通の人よ、人間よ。そうだから神様すぎて、あとまあ他のガイド系のガイド読者だったんで、ガイドにだけ履歴書送んなかったですもんね。ああん中じゃ敷居が高い。もうあん中でどうこうなんてのはもうとてもじゃないけど先が見えんって、ガイドにだけ送んなかったもん、で木村さんとかもさ、アニシとかガルオさんこういじるじゃないけどさ、マッドパチスローが、みたいなのを言うのは、僕と同じような感覚よ。ああ、なるほどね。いやいやいやって、まあやっかみもあったよ多分。めちゃくちゃちやほやされてたから、やっぱり。でもね、結局はね、なんつうんだろう、普通の人たちだよ。普通の人たちだよ。だから無理しないで、もうガルオさんももうすぐ50だべ。もっといじられなきゃ、やっぱもっともっといじられてなんぼだから、50歳になったら、まだね、いじれない、いじりづらい、やっぱり
このキャラっていうかこの雰囲気は、うん、どうしても、まあ、でもなんだろうな、そのやっぱりアラがないといえば、あのね、アラがない、隙がない、うん、やっぱり、うん、特にガルオさんはそう、兄氏はもう言っちゃうで好きだらけですもう今正直いじってもいじっても大丈夫だと思うけど、ガルオさんはねまだねピッとしてんのよ本当に。やっぱかっこいいしさ、かっこいいね、うん、なんかシュッとしてるというか、うん、あ隙がないからもっと隙を作ってほしいなって思います。で、はい、ね、まあそうですね、担当編集からすればあえて突っ込んでるから、なるほど、はいはい、あえてね、うん、最強のライター編集の最強のコンビだったと僕は思ってます。僕も思ってますよ正直。朝まで打ち合わせして、ね、毎日打ち合わせしたりして、うん、で編集部近くのラーメン屋に毎回行ってとか、うん、楽しかったし、お互いこうちょっと熱いなんだろう、ね、ガイド魂的なのがあったんで、うん、お互い尊敬してたね。若い方はあんまりご存知ないとは思うんですけど、本当に仲良かった、良かったっていうか別に今仲悪いみたいだけど、うん、別に仲悪くないんだけど、仲良かったね。ガルちゃん俺と友達になってって言われたこともありますから。そうか、これあのね、珍しい、ジョジョ園でね、はい、僕が2年ぐらいかな編集部入って27ぐらい、はいはい、でガルオさんは22ぐらいの時に、はいはいはい、俺この人となら友達になれるかもってあの初めて思った。ちょっといいですか、うん、その中学とか高校とかって、うん、基本的に周りって友達しかいないじゃないですか。まあそうね、仲いい人、ね、仲いい人、うん、もう沖さんの中では友達ではなかったんですか、うん、知り合いやっぱり知り合い、やっぱそうなんだ。あの壁というか、あ塀があるんだよね心に。そこを飛び越えることは、別に親友とかゼロ人だし、はい、未だに、はい、うん、だからまあ友達以上、あ知り合い以上友達未満が木村さんでしょ今、はいはい、で僕が告白したのが、はい、ガルオさんだけ。知り合い以上友達未満、今は木村さん僕が友達になりませんかって言ったのが唯一ガルオさんです、ね、過去で。えじゃあ1個いいですか、はい、俺死んだら葬式来てくれます。絶対行く。行く、うん、ああじゃあ絶対行く。お葬式は行く。お葬式は行く。多分ねお葬式は全員行くんじゃないかな。でもじゃあ結婚式だったらギリかな。ギリかな。すみませんすみません。そうとにかくジョジョ園で僕は告ったんですけど。ああなるほど、はい、それはすごいことですよ。そうなんです。俺まだ結婚式来てもらえないもんな本調子じゃ。友達なんかもバチ君の結婚式は行かなかったよ。はい、まあバチ君が呼ぶにもしなかったからね、先週あったよ。分かりますよ、そんなの絶対こう行かないじゃないですか。いや言われたら行ったけど、俺バチ君のいない二次会でおごり倒して35万ぐらい差し上げた。で後から帰って、あ、そういえばバチ君いなかったじゃんと思って。ほんとお金の使い方をさ、はい、考えないよマジで。俺誰に使ったんだろうと思って。最悪だよマジ。ガルちゃん俺と友達になってって言われたこともありますからね。これはすごいな、よく覚えてるな。で俺多分うんうんみたいな感じで言ったと思うんだけど、うん、なかなかその友達ってこう友達になろうよ俺たちみたいなってないでしょ。自然に友達になっていく。だから俺はまあ年上だし、まあ、編集部の人っていう、まあだからちょっと上っていうかね思ってたんだけど、まあ本当に友達みたいな感じでずっとやってたし、だから改めて言われた時はね、なんかすげえ恥ずかなんかあの付き合ってください的な、あなんかこそんな感覚だった。妙になんだろう、告白を受けたようなね、うん、ちょっとこう恥ずかしかった思い出がありますね。ただ僕も多分言ったことないですよ、友達になるよね。彼の後の人生を決定づける事件がありまして、まあ、彼が人と飲まないとか飲みの場に行かないとか、うんうん、そういうのをね決定づける事件があったんですけど、続きはお願いします。あ、何かがきっかけがあった。きっかけがあるんですよ。ほこれ僕が人と飲み会に、行かないっていう。逆にじゃあ決めたきっかけ以前は行けて行ってたの。まあ無理やり、はいはいはい、好きじゃないけど好きじゃないけど、まあ行かなきゃいけないだろうなっって言ってたんだけど、ある飲み会の高田の馬場です。はい、で編集部員がバーッといて、はい、ライターさんとかもバーッといて、はい、多分あの忘年会の二次会とかそんな感じだったと思うんだけど、
で僕ちょっと遅めに行ったんですよ、はい、なんか仕事やってたかなんか、はい、したらもうみんな出来上がってるわけ、うんうんうん、で俺ガルオさんの横に座りました、はい、まあ仲いいからね、はいはいはい、したら酔っ払ってんすよこの人、はいはい、で俺のことをねみたいなこうちょっと強くこう、ほう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 、何が面白いのか分かんないけど、はい、ジーゲさんパッと、はい、ジーゲさんパッパッとかってなんか叩くわけ、まあうざがらみってやつですか、うん、なんかそんな感じで、はい、で俺別にその喧嘩とかしないから、一切喧嘩とかしないからさ、はい、そういう時に、はい、ちょやめてよ何なのっつって、はい、5分ぐらいやられてたかな、はい、その時に心に誓ったんだよね、はい、絶対飲み会なんか行かねえそれ以来そうそれこの人が元凶です、おお、そういうことです、本当に叩かれたの意味もなくだよ、許せないよ、うん、今思い出したわ、ムカつくわこいつ本当にということでね、本当俺全然記憶になくてやったね、そんな、うん、こうやって、うん、やったとか、うん、だから今なるとまあすいませんでしたっていうことなんですけど、うんうん、遅い、まあ酔っ払ってたんでね、すいませんね、なんかそれで変な人を信用できない感じにしちゃってそうだね、申し訳なかったなと思います、これはでも罪深いな、それは。あと、内と内池さんとかがスノボにハマってたというかね、そういう時期があって、で、内池さんがボルコム内池とか、うん、ボルコマ内池っていう名前を名乗ってた頃、はい、3人でねスノボ行ってたりしたんですよ、加、ね、山雄三がやってる、もうなくなったのかな、加山キャプテンスキー場があって、そこに新幹線乗って行って、まあ俺は板とかはレンタルとかしてたんだけど、ウイチ、オギヒカル、ガルゾーがスノーボードをやってた時代があるんですよ、ね、全然想像つかないと思うけど、うん、今のオギヒカルを知ってる人からすると一番想像できないんじゃないかなと思って、確かに運動してる絵面もオーバー、今でオーバーサイズでもうダボッとしたジーパン履いてやってました、うん、ドレッドとかして、そうだね、一番この業界でキャラクターがもう2点3点というかもう変わった人だと思うんでね、うん、だからなんだろう、友達というか戦友というか、まあベタですけど北斗的に言うと友みたいなね、感じでやだね、仲良くしてました、本当に楽しい日々でした、全部が北斗だもんな、ありがとうございました、ありがとうございました、こちらこそエンディングみたいだけど、ゴンズ、あら珍しい、おお、ま、いいんじゃないの、何、うわー来た、あいきなり来ちゃうパターンの方が楽だけど、あーでかいババ、でかいババ来たよ、でかいババっていうかジジイなんだけど、来た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 、お待たせしました、でかいジジイです、605か、ちょっとたまりが浅いな、気持ちいい、気持ちね、うん、あやっぱ800かですね、うん、そうね、うん、800はいってほしいね、うん、疑惑を消したいならね、うんうん、ホワイト605、これはちょっと550枚でしょ、だからまあマイナス100枚ぐらいなんで伸ばしたい、ね、ここはちょっとまず単発回避、うん、第一目標、なんで順応してんの、このバトル中ガルオさんは、その方が楽なの、まあ通常時もあれですよね、意外と順応し併用してますね、してるよね、はい、でも幼いから分かんないですけど、あの要は
始まった。白い柄が幕下落ちたら子役、スマスロ北斗の拳始まる。始まったね、うん、急にハマるもんな、うん、北斗は。こうなっちゃうともう帰ってこねえんだよな。帰ってこない、そうなのよ、そうなのよ、もう戻らないよ。これ全部飲まれて終わるまで。大事なとこよこれ。なんかそれこそこの時点でもサマイプラマイゼロぐらいですから。うん。100、100か。頼む。糖水か。これはマジで頼む。よっしゃ。ああこれは嬉しい。いた。これは嬉しい。徳田原。ありがとう。この時のラオウも異様に眉毛太いんだけど、まあそれはいいや。オッケー。白多いね。多いですね。ホワイト。サマエがマイナス150枚ぐらいなので単発では困ります。もちろん硬くないスライドでやる、うん、多分もうあれなんでしょう、なんか決めてんだろうね。そう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 、決めてんだね、うん、バカだな決めちゃダメよ。ご勝負おい、意地悪だな。ほら二連だな。しゃ、ほら V ストックなかなか来ないね。ねえ、時が来たなと。目標は5連、目標は5連。OK。 よいしょ。なんかレンちゃん調子いいな、この人今日。なんか消せないな。俺7回初当たり引いて14回だ。あ、回数だ。頼んます。最高の3年ぐらい。最高3年。そうだと思います。どうしよう。何が2巻だよ。おお、何2巻だよ。バカバカしい。すごい。よけて。2巻だよ。いいね。くもくもくも。おそらく1回も動いてない今日。くも。うは動かねえな、もう。目標5連なんですよ。あー消えるんだ、なるほどね、ランプがね。おっ、これは一部のナッチにしようじゃない。あー、なんか、いいね。いいね。お、これは、あ、ここでこれはいいんじゃないかな。お、なんか怪しいな。今日スイカ働いてねえか、おい。ウェア働かないってやつでしょ。お前が働けってやつでしょ。一応は働いてくる。これがね、これでヤコ役じゃないんだろうな、どうせ。どうした、急にネガティブで。どうしたの。うーん、当たった、当たった、早いけど当たったな。お前の気持ちから鉄の鉄ぐらいで多分間に合ってんじゃない。ここで勝つ
おおあら、おおおやだな中断。なんでここで引く。44 OK。 これでちょっと10連ぐらい取って、もう逃げ切り体勢に入りたいな。おお、何？おお、これはまずいんじゃない？こうなったらあそう終わってもね、面白いもんね。すごい。実は引いたことないの。じゃあ7で俺レインボー引いた。なんか今回は結構引きやすいみたいな。何やってんのこの人？え、なんで赤揃えたの？そこはもうだから赤オーラでございます。何があるの？このなあ、北斗揃えろし。マジで頼む。やっぱりもうアナーキーが過ぎるよ、うん、なんで揃えないの、うん、何こだわってんの？もう50近くなってもうやめな、そういうの。もう50だぜ、あなた。もうやめなよ。普通に揃えればいいじゃん。ほら、パチやと。ああ、これはちょっとまずいな。一発でまずいな。ほっ。当たれ。何を取っとんねん、お前、ほら。あ。ターンあるぞ、ターンあるぞ、ターンあるぞ。ほら、もう揃えないんだもん。こっち揃えりゃいいじゃん。そんなもん、素直に。ああ、おお、雲が初めて動いたよ。この例は伸びる。まあ、北斗揃いですかね。80? 4回以上。4回っていう。まあ、ナビ来たこのナビ。ただ、ここら辺をわざわざ編集で見せるって感じなの。これはやっぱり、だから10連とかするんだな。当たらんかい。なんか出てこない。うん、5年ぐらいで終わりじゃない？確かにこれがじゃあ20連とかするんだったらおかしいじゃん。ここの編集の仕方がおかしい。そう継続の画面だけね、終わるよ。分割で見せるみたいな。5年以内に終わる。分割でさ9個ボシーンとかってやったりするじゃん。あ、これここだな。そうあ、これここだわ。ここだね。絶対に見つかされちゃってるから、はい、豪勝派。よし、ああ、ここだ、ここだ。さあ、音揃い、赤オーラ。じゃあしょうがないわ。バトル。じゃあしょうがない。三セット目。アビル。何こだわってんのよ。北斗揃えなよ。だからバチ当たるんだもん。北斗揃いの力を見しておくんなまし。運の力はその程度。揃えたのは7だけど。終わりね。100%終わりね。俺ももう100万円かけて終わる。100万円かけて。じゃあ僕も100万円かけてる、はい、うん、イエーイ。だよな。これはもう分かっちゃったな。そう、分かっちゃった。あの 2連目とかのあの映像を使っちゃってるじゃん。あの映像でおかしい、おかしい、死ね、あ、すいません。え、517G ってなってる。ああ、もうじゃあ全然ダメだ。飲まれてる。あんなことしてるからですよ、うん、え、これ何？何これ？え、これ気持ちいい。ああ、多分下段に下段してる。ああ、そういうこと。メッセンジャー当たるじゃん。うん、まあこれ当たりますね。もうなんかさ、違うゲームやってね、俺ら、うん、社会っていうのを使ってさ。でも、あの、そういうもんですから、ね、まあ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 、まあ、映画見るときだって、まあ、ね、こうなるってことは犯人こいつだよね、みたいな伏線とか、そうそうそう、カット割りで気づくみたいな。そうそうそう。あ、赤っ、うん、初めて見たらで当たった。今527枚だから、まあ、100何十枚かマイナスなんで。ああ、なるほど。なんだ。そうかそうか。さっきの貯金がちょっとあったからね。もうこれが最後の戦いになるのではないかと思われますよ。うんうん、ガルオさんクラスだったらさっきのところで終わってもらってもよかったと思うんだけど、ね。これ延長してるわ、ダメだ、これ。
してるかな。539してないよ。してないかな、うん、してないしてない、してない。ラストバッター単発回避。まあ、バーが枠下に落ちたら、もしくは、まあまあ、チェリーはチェリーだけど、今20枚プラスぐらい、うん、プラスにはしたいね、うん、なー負けだな。でも20枚プラスだったらいいでしょ。20枚でしょ、うん、ね、どうせ1ゲームマスやめるだろう。そうね、うん、大丈夫、リプレイも大事なんですけど、うん、あ、お、あ、いいね、もう価値格だ。そうかそうか、32ゲームも回さないの。どうなんだろう、意味あるのかな。意味ないの。1ゲームでいいじゃない。1ゲームでいい。ちょっと後ろさん、どうしましょう。これこれは当たりますね。終わりです。あ、これスイカでしょ。ちょっとこれでは、ちょっとこれではな。おっ、おっ、いいよ、ね、聞いた、押しっぱいった。え、どういうこと。レア子役時の押しっぱなし。牛尾さん、ありがとうございます。お世話になりました。今教水化だったのかな。書き換えってことなのかな。うい、うわ、継続試作。あ、そういうこと。ああ、よかった。面白いね。ああ、おしっぱやってみるもんですな。今度やろう。じゃあもう余裕か。うん、4連だな。これはここまでかな、さすがに。眠るな。眠んなや。眠んなや。そこ。わかんねえわ。説明してやってくれ、眠るなら。わからん。多分見たってこと？いや、まあだから微妙なところでおっしゃると多分思ったでしょうね。ランプにいっちゃう。まあ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 、こんな何秒か早いなって。うん、まあでもまあこんなもんっちゃこんなもんなんだよな。はい、もう時間がちょうどいいのと、まあ終わったんで、これにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。雨風がすごいんですけれども、実戦終了ということで。本当だ、これ雨の日タイムですか。投手が13本、598枚で、獲得枚数が888枚で、プラス290枚で終了となりました。まあ、番組のね、趣旨的にというか、あんまりこう、さまい、まあ、どうだったこうだったっていうのは関係ない、とは思いますけれども、一応プラスで終われたので良かったかなと思います。で、まあ、今回ね、私がどのようにいじられてるか全く分かりませんけども、おそらく怖いんで見ないと思います。機会がありました。また呼んでいただければなと思います。そういうゲストが多いですね。というわけで、お二人見てください。ありがとうございました。いろいろいじっていただいて、見ませんけど、お疲れ様でした。
疲れ様でした。ラクスにもよろしくお願いします。ありがとうございます。恐縮です。お願いします。はい、終わりましたよと、ね、見応えありました。うん、結局プラスにはなった。そうですね。はい、良かったです、うん。この番組でゲスト来てマイナスで帰られたら、ちょっと俺らも嫌だもんね。あんまり行かれるやつね。ただあんまり行く人いないから。たまにいるじゃん。閉店くんとか。はあ。そうか、そう、いるにはいるか。さあではレビューの方考えてまいりましょう。はい、はい、さあレビューの方できましたでしょうか。はい、では私沖光からいきます。ドン。笑い10、トーク18、スター性15、引き15、そしてめくりです。そこが何が引っ張ったんだ。眠り、かっこマニアックさ、かっこマニアって書いてます。なるほど。あのね、うん、やっぱもうこの人昔からそうだけど、うん、一般の人には分かりづらい、うん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 、その愛というか、うんうんうん、マニアックなパチスローの細かいところを探る、うんうんうん、視点がね、うん、分かるけど、うん、ついてはいけないっすよ。かつてそれが、なんだろうな、良しとされたというか、うんうんうん、そういう時代確かにあったよ。だからガイドでいう、例えばダイオヘッドみたいな、うん、はいはいはい、漫画が入ったりとか ね、ありましたありました、とかで、そういう細かいとこ追求して追求してた、うん、それこそしんのすけさんなんかもその口でしたけど、とかのやっぱ時代の方なんだなというのがやっぱ、うん、今はもうそういう時代じゃないから、うん、本当に、うん、ということでトータル60ポイントでございます。いやでもまあ眠りの2点かな、うん、以外はもうもちろんまあまあそうですよね。絶対的に承知しました。さあ私ガローさんじゃねえ、はい、牛尾さん。笑い7、トーク15、スター性20、引き15、でこれはごめんなさい、もう技巧です。だから同じとこにいた人はやっぱ分かんないですよ。今のこの業界の中で、じゃあまあ今いろんな意見があるとは思うんですけども、じゃあ例えば木村さん、うん、まあもうここのここですよ、はいはい、でじゃあじゃあ動画のやつで磯丸くん、磯丸くんでまあいろいろその時代時代にっていう方がいると思うんですけど、確実にいらっしゃった方なんです。もちろん一時代を築いた、そう、まあ僕らもそうですけど、うん、一時代は築いてるよね。そうっていうのもあって、でましてや僕やっぱ見て育っちゃってるっていうのもあるんで、うん、これ何77ってわざとちょっとガルオさんに寄せてんの。777みたいなさ、パチスローみたいな、うわー気持ち悪い。そういうやだよ。してないそういうの嫌なんだよ。してないです。別に あとガルオさんに苦言を言っとくと、はい、もう一個ね、言いたい、なんていうの、ここでしかもう言えないから、はい、もう造語とかをさ、すんげえ作るのが得意なわけ、うん、その、うん、アステカのリーチ目でね、わかる、サシシサボコブとか、うん、もう気持ち悪いから俺嫌だ、もうそういうの嫌なのよ。あのね、だから、うん、その文字にするした時に、うん、キャッチーなんですよ。キャッチーだよ。で言いやすいし、そうそういうで言い回しというかね、うん、っていうのって雑誌にやっぱね必要なんですよ。でも、うん、もうそれがね度が過ぎてる。うん、でこう流行っちゃうもんだから、うん、でやっちゃうじゃん、うん、もうそれのこう繰り返しなのよ。もう俺その輪っかに絶対入んないからね。で北斗に関しては作ってないけど、はい、もうその何順押しで下段の三連チェリーの意味が俺には分からんから、もうせめてそれは説明して。カットされてたのかもしんない。だからもう眠りとしがみは禁止。は、ね、あなたはそれだけお願いします。なるほど、はい、なんで俺怒ってんだろう。仲いいのにすいません。いやだから当時もう本当はそういうやり取りしたんじゃないですか。はいはい、まあそうかもしんないね、うん、はい、そうというわけで、はい、一通り見終わりましたね、はい、太郎さんの回。いや、いい作品でした。非常にいい作品だった、はい、見やすかったし楽しかったし、うん、と思います。はい、はい、ということで今回はここまでです。ありがとうございました。果たして次週はどんな方がゲストに来ていただけるんでしょうか、はい、うん、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。